興賓尼寺は中国の近代産水画家である。名は、質、字を、白木あり、白木人、号に、読むき、虹路、虹草、中年以降は、賓日と称した。疎石安徽省九軒丹渡村。幼い頃から画技を学び、王な会について、計学を収める。若い頃は、辛亥革命を支持。新安中学の教師となり、その後上海、北京、広州などの美術学校で教員を務め、同時に出版社にて編集を担当する。その後、商務印書館の美術部主任を担当。上海博物館の理事、故宮博物院の古物鑑定委員、国立紀南大学芸術学部教授、広州国立芸専教授、国立北京師範学院講師などの職を歴任。1949年には中国美術家協会華東分会の副主席、中央美術学院華東分院教授となる。山水画は、李流芳、ほど水、鄭忠に大きく影響され、宋、元の画法を取り入れとりわけ元末四大家に、師法した。中国各地に遊歴して、山画を写生。特に故郷の黄山、新安江の山水に魅了された。その画風は、海上画派に分類されることもあるが、本来は、新安画派の大家である。詩に巧みで、書法に通じ、金石文に精通し、篆刻を良くした。また、中国絵画史、画論の研究に優れた。絵画の鑑定に詳しく、中国歴代の名画を収蔵していた。生徒を指導するとき、楊筆と楊墨の講義に重点を置いた。楊筆は平、留、円、十、辺の五種、楊墨は能、阿波、破、赤、発、小、宿の7種があると論じた。1955年3月25日に病没。広州南山の共同墓地に埋葬される。広州聖火隅礼に、貴賓尼寺記念館があり、浙江省金華に、貴賓尼寺芸術館が建設された。ありがとうございます。